皆さんこんにちは、のっぺんです。夏といえばメロンソーダ。透き通ったエメラルドグリーンのメロンソーダにふわふわ真っ白のクリーム、さらに真っ赤なチェリーをスパイスにトッピング、ふぅーワンダフルということで、とっても綺麗なメロンソーダを丸ごとグミにしてみたいと思います。材料はこちら、メロンソーダ、マシュマロ、プラスチックカップ、ゼラチン、着色料、牛乳、うんちの型、以上です。はい、まずはメロンソーダと氷とチェリーのグミを作っていきます。はい、こちらのお水に赤色の着色料を入れてチェリーの色にしていきます。ポッポッ、うーちち、あ、いいねいいね、この色この色。そしてこの3つをレンジで温めます。はい、温まりました。次にゼラチンを入れていきます。ゼラチンの割合は液体に対して10対1の割合で入れていきます。はい、そしたら次にプラスチックカップにメロンソーダのグミ液を半分ぐらいまで入れていきます。おー、綺麗や。ではこちらを冷蔵庫に入れて冷やして固めます。では次にクリームの部分のグミを作っていきます。マシュマロ 70g に牛乳 70cc を入れてレンジで加熱します。ふわふわマシュマロ、ふわふわ、おお美味しそう。ふわふわにとろけました。混ぜます。ふわふわのいい香り、あ、多分天使がいたらこんなに匂いなんだろうな。はい、溶けました。そしてこのクリームをどこに流し込むかというと、じゃーん、うんちの型、ここで登場します。わー、クリームうんち、こちらも冷蔵庫で冷やしておきます。はい、先ほど作ったグミが固まりました。ではこちらの氷のグミを包丁で切って氷の形にしていきます。はい、こんな感じで氷っぽく切れましたら、メロンソーダグミの上に乗せていきます。冷え冷えになるぞこれで。はい、こんな感じでチェリーが切れました。冷蔵庫で冷やしておいてください。では次に先ほどと同じように作ったグミ液をこの中に入れていきます。グミ液があったかいと溶けてしまうので、粗熱を取ってから入れてください。はい、こんな感じにグミ液が入ったら、もう一度これを冷やします。固まりました。ではこのプラスチックカップを切っていきます。お、お、びっくりした、ここまで来たら。おお、すごいすごい、まるでこのように開けてください。はい、そしてこのクリームを乗せます。え、柔らか、え、柔らか、柔らか、乗った乗った、さくらんぼを飾る、ストロー押さず、進め進め。はい、ということで丸ごとメロンソーダグミ完成。ということで丸ごとメロンソーダグミ完成しました。え、でもこう見るともう本当にメロンソーダ持ってるみたい。ではちょっともったいないんですけど食べてみます。太陽の日差しが透けて綺麗だ。そう、君みたいにね。あ、こんなにも美しいものがあっていいのだろうか。そう、君みたいにね。食べるのがもったいないよ。そう、君みたい。いただきます。優しいメロンソーダの味がして、とってもワンダフォーなグミです。クリームの部分もいただきます。エンジェル。はい、ということで氷のグミの部分はリアルですごい綺麗なんですけど、ちょっとそこは味がないかな。でもメロンソーダの部分とマシュマロの部分はすごく美味しいので、よかったら作ってみてください。はい、ということで今日もバンナム TV 見てくださってありがとうございます。チャンネル登録、高評価、Twitter フォローもよろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またねー。